お疲れ様です。キョウスケです。よろしくお願いします。はい、ということなんですけども、昨日動画でですね、まあ見ていただいた方はですね、わかると思うんですけども、ボディービルダーはですね、まあ非常に、まあまあ昨日の動画見てない、昨日の動画見た方はわかると思うんですけど、まあそのなんだろう、結構まあ重い話とかね、まあ失わないようにとかいろいろ話したんですけど、結局辛いことがあった時に、辛いこととか苦しいこととか嫌なこととかあった時に、結局最終的にのめり込めるのって筋トレになっちゃうわけなんですよね。最終的にはもういろんなもう苦しいことがあった、もう辛いことがあった、もう忘れよう忘れようってなった時、何が一番ストレス発散になるか、一番忘れられるかって言ったら、結局ね、ボディービルを研究すること、筋トレを研究することになっちゃうわけですよ。はい。なんだろう、すごいこの矛盾的な感じだけど、筋トレにのめり込みすぎると大切なものを失うけど、筋トレ、辛いことがあった時に、辛いことがあった時とか、嫌なことがあった時に、ストレス発散になるのが筋トレっていう、ね、ちょっと謎な理論が発生するわけなんですけど、これ結構ね、当てはまる方多いと思うんですよ。もうむしゃくしゃしちゃって、もう、今日はもう筋トレをして、もうストレス発散しようって方が多いんですけど、僕もまさしく今そんな状態で、もう苦しいこととかね。まあ、僕の場合苦しいことっていうよりももうちょっと忘れたいことの方がね、でかいんでね、もう筋トレをやる、ボディービルを研究するっていう感じでね、まあ日常を磨いてるんですけど、だから、こういう考えとかだったらいいと思うんですよ。なんだろう。思いをぶつけるじゃないですけど、思いをぶつけて、筋トレにのめり込む、ボディービルを研究するだったらいいと思うんですけど、それがね、もうこれだけにかけるってなっちゃうと、多分また違ったね、マイナスな感じに働いちゃうから、ストレスを発散するとかね、そういう辛いこと嫌なことを忘れるために筋トレとかにね、没頭するのはいいかなっていうね、そういう筋トレのね、仕方もあるんじゃないかなって思いますね。もう僕は今ひたすらボディービル研究してますよ。はい、もうここのね、ガラスのハートなんで、僕もうこれに研究して研究して研究しまくってね、なるべくね、辛いことを忘れる、辛いことをね、思い出せないように忘れられるようにね、毎日やってます。もうね、このちょっとのね、足のつま先のつき方で、方向筋の出し方、方向筋でここ足パカってやるところとかね、もうこれほんのミリ単位で変わるんですよ。ミリ単位、数ミリ単位でね、全然ね、出方が変わってきたり、カーフの出し方が変わってきたりね、あとはもうサイドチェストの時のこの肩の出し方とかね、この胸のね、この潰し方とか、背中のバックダブルバイとかね、どうやったらもっと凹凸が出るとか、もうそういうことを考えてるんですよ。でね、こういうこと考えてる時ってマジで幸せ。もうね、何にも思い出せない。もう、ひたすらそれにのめり込むだけだから、もうね、失ってるわけだから、それ以上失うことってもうないわけだから、もうそれにね、のめり込んじゃえば、もう何も辛いことをね、忘れられるし、もうね、思い出せないから、もうね、ひたすら今はのめり込んでる感じです。だからね、これ、ゴードさんの言ってた、ゴードさんっていうか、違うや、ゴードさんの、昔の、なんだっけ、出てこない。なんだっけ、プロフェッショナルだ。ん？プロフェッショナルだったかな？情熱大陸だったかな？忘れちゃったけど、その番組で言ってたのが、芸術は苦しみと、なんだっけ？忘れちゃった。言ってたのが、芸術は悲しみと苦しみから生まれるっていう言葉があって、ああ、まさしくそうだなって、苦しいことがあった時ね、悲しみがあった時ね、もう何にのめり込むって言ったら、今その自分が熱中してるものにバーンと注ぐわけですよ。そこに、ある意味それがエネルギーとなるわけですから。で、そのエネルギーから作られるのが、結局芸術になるわけであって、だから何もない、苦労のない芸術は、苦労のないって言ったら失礼ですけど、芸術っていうのはそういうね、悲しみと苦しみ、ね、そういう嫌な思い出から、それに注ぎ込むエネルギーによって作られるっていうことがね、僕この1年で分かりました。はい。だからね、もう別にね、失うことは悪いことですけども、失って、まあそのさらにね、その自分の作り上げたいもの、生み出したいものがね、最高な作品として生み出されるんじゃないかなっていうふうにもね、思ってるんでね。まあ失わずに済めば一番いいわけですけどね、失った後ね、その大きなね、ものをね、作り上げるってことも非常にね、いいエネルギーになると思ったんでね、これもこれでね、まあ、よしとしましょう。ね、だから、なんだろう。まあ、ストレス発散とかでね、筋トレは本当に最高だなって思うんでね、筋トレね、まだ始まってない方もこの動画見てるだけのね、まあ、この動画ね、見てる人はすごい少ないかなと思うんですけどね、何かね、なんか熱中したいなと思ったらね、とりあえずちょっとね、まあ、本当、習
週に1回とかね、もう月に1回とかでもいいんですけど、筋トレやってね、ちょっとずつちょっとずつハマってくると、その筋トレの面白さにね、気づいてね、いい体になれるかなと思うんでね、まあ別に決してね、ボディービルダーになることもないですし、ね、フィジック選手になる必要ないんで、もうちょっとね、体がね、変わるっていうことがね、感じてると、ちょっとね、本当もうどんどん嬉しくなってくると思うんで、もう体は一生のファッションになるんで、だから、それをね、まあ目的として筋トレがね、できて、重さが上がった、体がちょっと変わってきた、腹筋が見えてきた、二頭筋が大きくなってきた、足がちょっとスリムになってきた、なんでもいい理由でね、そのうちね、ハマってくると思うんでね、まあ、絶対筋トレはね、本当にいいことだと思うんで、まあ別に筋トレ 100% やりましょうっていうふうに強要はしているわけじゃないんですけど、まあ決してハマりすぎないこと、何かストレスが発散できるものっていうふうにね、筋トレを捉えていただければいいかなと思うんでね、まあこのチャンネルを通してですね、いろんな方が筋トレに、熱中じゃないですけど、筋トレに触れていただければなと思います。で、筋トレにのめり込みすぎないことも気をつけていただいてよろしくお願いします。じゃあ今日はこんな感じで失礼します。ありがとうございました。